こんばんは。本日はですね、こちらですね、京口選手のアメリカデビューっていうところで、3月の13日のアメリカのテキサス州にて、WBA のライトフライ級スーパー王者の京口修斗選手 VS、WBC 2万級の、8位のアクセル・アラゴン・ベガ選手、メキシコの選手なんですけど、まあ、こちらの選手と、3度目の防衛戦を行うと。で、この興行には、WBA のスーパーフライ級スーパーチャンピオンの、ロマゴンと、WBC の、スーパーフライ級王者のエストラーダの統一戦っていうところで同じ興行に出ると、まあ、こちらはですね、やっぱもう軽量級っていうところで見るとね、日本人選手がそこに出れると、やっぱこのロマゴンとエストラーダのこの2強っていうのはね、世界的にも軽量級の顔だと思うんで、そこの興行に京口選手が日本人としてね出れるっていうのは、日本のこの軽量級にね、モンスターっていうのいますけど、まあ、それに続く勢いになれるんじゃないのかなっていう気はしますよね、ここで爪痕を残せれば。で、まあ、京口選手がね、ここで3度目の防衛を行うっていうところなんですけど、このベガ選手のプロフィールとしましては、154センチと身長はね、でオーソドックススタイルの、選手で、戦績の方が、18戦14勝 8KO3 敗1分けの、選手ですね。で2019年の10月に WBO のミニマム級タイトルマッチで、王者のウィルフレド、メンデス選手、プエルトリコの、選手に、挑戦も7ラウンドの負傷判定負け。で昨年の8月に、WBA の中米ライトフライ級王座を奪取というところで、動画も見たんですけど、いや、全然悪い選手じゃないですね。むしろちょっと危ないなっていうパンチも結構あると思うんで、そこは、京口選手ね、しっかりこうガードを固めた上で、試合を展開していかないと、いいパンチももらう可能性もあるなっていうふうに思いましたね。こう見てると、ジャブをね、こうついて、入っていくときに思いっきりこう入っていって、でこう頭をこう下げ、ね、こう近くてこう下げながらもこういうのを打ってくるんで、これはちょっと危ないですね、京口選手。あのパンチはちょっと危険かなっていうふうに思いましたけど、いや、スタイル的には似てるかなとは思いましたね。でそのケンシロウ選手とかっていうと、今度はスピードを生かしたそのアウトボクシングとかのようなボクシングスタイルじゃないですか、じゃなくてファイターっぽい、すごいなんかこう好戦的な選手だと思うんで、これ面白いなっていうふうに思いましたね。まあ昨年のね、11月に予定しました、タノンサック選手はね、まあ残念な形になってしまいましたけど、まあ京口選手のアメリカデビューっていうところで、まあ非常に楽しみな、試合っていうところですね。まあ本当にちょっと前ではね、もう10年ぐらい前ですとちょっと考えもできなかったようなことが今日本ボクシング界にこう起きてるっていうのはもう、いや本当にびっくりですよね。いやもう自分も10年前何してたかなって今振り返ってみたんですけど、10年前って言ったら学生で大学1年生になる前、高校3年生とかで、でその時にドネアとモンティエルの試合を見て、世界にはこんなすごい選手がいるんだっていうのを知ったような感じだったんで、で日本人はっていうと、それこそ亀田、内藤、清水智信っていうところだったんで、それもやっぱりね、世界でここまでっていうとそれも想像はできないというかね、国民にはすごい愛されてる選手だけど、じゃあ果たして海を越えれるかっていうと、まあそこはちょっとね、ちょっと予想もできなかったようなところっていうのはあったんで、日本ボクシング全体がですよ。だからちょっと本当にすごいですよね、今ね。だからこの世代に生まれてきて、こういう試合が見れることはね、本当に幸せに思いますね。はい。っていうところで、本日はですね、京口選手の、3度目の防衛戦に、ベガ選手とやると。で、それは、アメリカのテキサス州で、エストラーダ選手とロマゴンと同じ興行に出るというところでした。はい。以上です。